アルコヤーノに、1レアル国王杯3回戦、スペイン王杯、コパデルレイ3回戦、アルコヤーノ対アルマドリードの試合が現地時間20日に行われた。マドリーが1、2の敗戦を喫している。今シーズンのレアルマドリーはダゾーンで、いつでもどこも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、44分、フェデ・コバルベルデとのパス交換からビニシスが抜け出して、シュートを放つが相手にボーレテゴールならず。それでも45分、マルセロの、クスに、エデル・ミリトンが、頭で合わせて窓に先制点が入った。しかし、80分にアルコヤーノのホセ・ソルブスにゴールを決められ同点、追いつかれる。そのまま90分を終え、勝負がつかかったことで延長戦に突入した。すると110分、アルコヤーノのラモン・ローペスが退場しマドリが数的優位に。だが、115分にアルコヤーノのホアに勝ち越しゴールを決められた。そのまま逃げ切られ、マドリーは1、2の敗戦を喫している。得点者、45分0、1ミリトン、マドリー80分1、1ソルブス、アルコヤーノ115分2、1ホアン、アルコヤーノ、両。